要するに男は精子を作って女は卵を作って、でそれを受精させることで次の世代を生み出すと、ということで限られた寿命を超えて種というのは存続できるわけですね。親から生まれる子供の染色体の組み合わせというのはその掛け算になります。ですから70兆、つまり同じご両親がいてそこから子供ができたとしても70兆通りの子供ができるってことです。だから同じお父さんお母さんから兄弟できますよね。で兄弟って似てるようで似てないでしょ、当たり前なんですよ。元は姫だから姫だね、うん、でこいつのいいのは水の中でずっと全部過ごすのね、はい、すごい、うん、餌なんかも固形のペレットで、ね、普通のトノサマガエルだったら生きたコールみたいなハエだとか、これはトランスジェニックのメダカですけども、見た目普通のメダカなんですけども、これを蛍光顕微鏡の下に持っていくとこういうふうに緑にビカビカ光るんですよね。これなんでかというと、このメダカを作っている細胞、これが一つの細胞ですけども、その細胞の、核が緑に光るように、そういう細工をしたトランスジェニックメダカなんです。核がこういうふうに緑に光るので、例えばこうやって細胞分裂の様子をですね、もう生でリアルタイムで綺麗に見ることができるんですね。で、山下座右の銘の1、知識は真実を見る目を曇らせる、うん、これはさっき言ったように、あんまりこの教科書だとかを知りすぎてると教科書に書かれていることが真実だと思い込んでしまう。でも疑いを持たなくなっちゃうんですね。これ研究者としては非常にまずいことで、研究者の一番 の基本っていうのはまず疑ってかかることなんですよ。山下座右の銘に、早い仕事はやり直しが効くが遅い仕事はやり直せない。少々荒っぽくてもいいから、もう早くとりあえずデータを出すような形でやる。失敗したらすぐ元に戻ってやり直す。これが重要だと思います。